前回の続きでございますの時間がやってきましたと。素晴らしい。次は鮮度を確立させましょう。どうすんの？路線を作りなさいってことか。これで路線の運行準備は完了だ。でも畜産物の需要が大きくなって、この路線を走る列車だけでは足りなくなった場合を想定してみよう。その場合は列車を追加する必要があるが、現時点ではそれはできない。平行線路がないからだ。今列車は動いてないんだね。そこで今度は側線を敷いて進行方向を決め、畜産農場とサクラメントの間を複数の列車が走行できるようにしてほしい。OK。もう一度線路建設モードを開いてみてくれ。次に印の位置で線路を選択し、分岐器を配置してくれ。ここからは少し難しいぞ。新しい線路を既存の線路に並行するように建設してくれ。平行線路は費用も安く、メリットも大きい。カーソルを印の位置に動かし、平行線路のマークがカーソル上に表示されていることを確認してくれ。そして位置を確定するんだ。上出来だ。これでこの線路は平行線路として建設が続行される。今度は畜産農場付近の側線で最後の場所を選択してくれ。プレビューで2つの分岐器を備えた完成版の線路が表示される。建設を確定して、この線路にかかる費用の支払いを済ませよう。次に2つの平行線路の方向を設定しよう。これをしないと列車は側線を使わず、常に最短ルートを選ぶことになる。方向モードを開いて、両方の線路を何度か選択し、別の方向を設定してくれ。上出来だ。これで列車は一方向に進み、もう片方で戻ることができる。うん。新しい分岐器のいずれかにズームインして、自動的に生成された信号と進行方向を確認してみよう。これらの信号は進行方向を指定して、列車の前の線路がすでに使用されているか予約されている場合、列車に停止するよう指示するものだ。ここに動物がいるね。バッファローだね。野生のバッファロー。どうしたらいいのこれ。確認してみよう。わかんない。でも今はこのルートに2つ目の列車は必要ない。君が作った路線で、すでに以前の田舎道よりもはるかに多くの畜産物を輸送できるからね。これでサクラメントの食肉産業はより多くの食肉を生産できるようになり、サンフランシスコ方面の路線にも利益をもたらしてくれる。今度はこの路線を詳しく見てみよう。
サクラメントの街の境界線を選択してサクラメントの都市ダイアログを開いてみよう。特別な建造物以外ならどれを選択してもいい。境界線でどうやったらわかるのかな。ここでは都市に関する重要な情報を確認できる。一番上にはこの町に住む市民が表示されている。その下に市民や産業が消費できる貨物の列車数と現時点で需要がどれだけ満たされているかを確認できる。それに現在の貨物、乗客、郵便物を輸送する列車の使用状況が表示されている。その下では現在輸送待ちの乗客と郵便物の数、そして毎週の追加量が確認できる。ここで一つ注意点だ。これらの急行輸送対象は長期間保留しておくことができない。例えば旅行客を数日間待たせてしまった場合、彼らは移動を諦めるか別の移動手段を探し始めてしまう。OK。 輸送待ち週間プラス91で単位がちょっとよく分かんない。郵便物も同じだ。サンフランシスコに可能な限り急行輸送対象を運びたいなら5から10日ごとに列車をサクラメントから送り出す必要がある。でも今の路線には列車が1本しかなく、サクラメントに到着するのは15から20日ごとだ。列車をもう1本追加する必要があるね。15から20日後ってどうやって計算するの。15から、計算がうまくわかんないな。よくわからん。割り算をすればいいのかな。239を77で割るのかな。あ、3ぐらい、3倍、3分の1でも。それではね、5日とか10日は出てこないんだよな。わかんねえな。でもこのルートには複数の列車を走行させるための選択肢が他にない。この状況を変える必要があるけど、今回は前と別の方法を使おう。線路建設モードを開いて、サクラメントの線路2からサンフランシスコの線路2までの路線を作ろう。この線路は自動的に平行線路として計画されるからとても便利だよ。でも2本の平行線路だけでは役に立たないから、これらを接続しなくちゃならない。その実用的な方法が路線変更器を使うことだ。これがあれば駅の前で平行線路をつなぐことができる。路線変更器を選択してサクラメントとサンフランシスコの駅の前に設置しよう。
いいぞ。次は2本の平行線路で方向を設定して、列車が互いを避けられるようにしよう。もう一度線路の向きモードを選択しよう。線路区画を選択して、2本の線路を別の方向に設定するんだ。上出来だ。向きを指定することで、全ての信号が自動的に生成される、うん、これで列車を増やせるようになった、うん、線路建設モードを閉じて、サクラメントからサンフランシスコへ向かう路線を選択しよう。これを実行する方法は複数ある。まずはシンプルに2都市間を走行する列車を選択する方法だ。やってみてくれ。それと、すべての路線で切り替えることもできる。それもやってみよう。すべての路線で切り替えることもできる。これかな。違うな。あとはサンフランシスコとサクラメントの間の線路を選択する方法もある。選択するとこの線路を使用している路線の一覧が左側に表示される。この一覧から希望の路線を選択することもできるぞ。今度は路線編集を選択して列車の数を2に増やそう。この費用は新しく購入する必要がある機関車にかかるものだ。幸い貨物車両に費用はかからない。費用を確定して2本目の列車を購入し、このモードを閉じよう。どうすんの。完璧だ。サクラメントの駅と路線変更機を詳しく見てみよう。路線変更機のおかげで両方の線路を路線で使用できるから、新しい駅をすぐに作ることが可能だ。路線変更機は単なる渡り線ではない。渡り線では列車は必ず最短ルートを選択する。でも路線変更機ではその駅の空いた線路が優先されるんだ。うん、駅の前に十分なスペースがあれば、すべての平行線路に路線変更機を設置できる。接続する線路が多いほど長い構造になるからね。駅の路線変更機は同時に一つの列車にしか使えないから、4本以上の平行線路を接続することはおすすめしない。さあ列車が来るのを待ってみよう。もう新しい列車が走行しているね。
ところで今見ている列車の列車番号が上に表示されているよ。一度路線の列車を切り替えてみよう。この機能は列車の積載内容を確認したい時などに便利だ。今回のレッスンはここまで。これで分岐器、側線、平行線路、線路の向き、駅の路線変更器の作り方が分かったね。これだけあれば複雑な線路システムを構築できる。踏切などの他のオブジェクトはこれから線路を作っていく中で覚えられるだろう。今回はここまでだな。